はい、おはようございます。森本隆です。やばいぜ舞鶴、森本隆なら公開。今日は2021年8月の3日火曜日です。はい、今日は朝から大雨で、久しぶりに水やりをしなくて済みましたんで、はい、やっぱたまに雨が降るとありがたいですね。はい、草花よく育って、これでまたちょっと弱ってきた草花が復活してくれることを望みます。はい、また今回も不祥事、舞鶴市の不祥事のお話したいと思います。もうちょっとあまりにもちょっと不祥事が多すぎてですね、ちょっとまあ少し前の話になるんですけれども、7月の21日、舞鶴市の消防署ですね、東の消防署で盗難がありました。消防署内の手提げ金庫が紛失して、中には現金35万円と倉庫の鍵が入ってたと。消防署の中で手提げ金庫が紛失なんですよ。しかも現金35万。この中身ちょっと詳細今から話しますね。京都府舞鶴市消防本部は27日東消防署同市浜の事務室で管理していた手提げ金庫を紛失したと発表した。現金35万3000円や倉庫の鍵が入っており、被害届の提出を視野に京都府警舞鶴署に相談している。同本部によると、金庫は施錠され、ナンバーキーがかかった保管庫で管理していた。20日午後1時40分頃、保管庫を開けた職員が紛失に気づいたという。金庫には消防団が、自動対外、除細動器 AED ですね、 AED 購入費用として預けていた25万3000円と、複数の署員が入れていた現金10万円などがあったという。公金は入れずに、職員共用の貴重品用の金庫だったが、消防団からの預かり金も、慣習的に保管していたという。同本部は管理に問題があったと反省している、再発防止を徹底したいとしているとあります。はい、で、まあ、消防団のお金を預けてたとか、まあ、お金が何部だとか、そういうのはちょっと置いといて、問題は消防署の事務室の中には現金が、しかもナンバーキーでこう施錠するタイプのものが紛失したって言ってるところが問題なんですよ。その現金が、お金が高いとか安いとかそんなんじゃなくて、消防署内でナンバーキーの金庫の中に入ってた手提げの金庫がなくなった、それが紛失だと。ありえますか？どう考えても盗難でしょ。なんで盗難を紛失というのか意味わかりません。で、まあ、一応この被害届の提出を視野に相談しているってありますけれども、いやいや、これすぐに相談じゃなくて調査してもらえなきゃいけないでしょって。その日の時点で、分かった時点で、例えば指紋取るだとか事情聴取するだとかっていうのをやると思いません？普通はどう考えても、そのよそから来た泥棒が消防署の中に入ってナンバー君キーは押して開けます？開けないですよね。これどう考えたって内部の犯行じゃないですか。で、それを紛失っていう、この消防署の上の人、何をしてはるんですか？舞鶴市のその管理状態ってどうなってるんですかね。その、まあ、確かに保管がどうこうとかっていうのは、まあ、問題があるのかもしれませんけれども、そこが問題じゃないんですよ。内部犯行でこんなことがあって、それを警察に被害届出さないっていうのが問題なんです。ことなかれ主義もちょっと度が過ぎるというのかな。これ僕が消防署員やったら、自分のその身内、仲間、同じ社員の中で誰かがこれ犯罪してるんですよ。そんなもん気持ち悪くて会社行けます？舞鶴市のメンツとか消防署のメンツも確かにあると思います。でもやっぱ働く人の気持ち考えたら、こんなのはさっさと調べてくれて、捕まえてもらいたいって思うのが普通の考え方やと僕は思いますよ。で、これで、まあ、被害届も出さずに、うやむやに、まあ、終わらすような、誰かがこう、弁済して、上の方が管理不足でした、弁済して、犯人見つかりませんでしたってやるよりは、さっさと犯人調べて、捕まえてもらう方が絶対いいですよ、それは。僕だったらそれを願いますよ。ずっと身内に、同じこの、働いてる中で泥棒がおるって、一生働いていくのか。それとも、一瞬疑われても、この嫌な、まあ確かにその例えば指紋採取とかいろいろあると思いますけれども、それは自分が無実やったら何もそんなもん恥ずかしいことはないんで、やっぱそんなずっと一生嫌な思いするぐらいやったら、それは協力しますな、誰だって、犯罪者以外は。だからそういうもっとこの働く人の気持ちとかも考えたら、
方がいいでしょって、うん、仮に、まあ、僕はこんな状況を見てどう考えたって内部の犯行やと思いますけれども、やっぱそれでじゃあ内部の犯行じゃないですよっていうことがはっきり分かれば、やっぱ安心してまた仕事に励みますしですね、その本当にこの犯罪が許される街に舞鶴なってるんですよ。しかもその犯罪をしているのが公務員さんって、舞鶴市で働いてる公務員がやって、それを行政の上の方が隠してるって、この問題おかしいと思いませんか。前もちょっとアップした西駅の詐欺事件ですよね。西駅で、失敗を隠すためにまた新たな詐欺を行っただとか、スポーツ協会がお金を猫ばばしてただとか、落とし物のお金を猫ばばしてただとか、書類を偽造しただとかね、いろんな犯罪あります、舞鶴市の中で。全部隠してますやん。なんで犯罪を隠すんですか。おかしいでしょって。もう 99.99% の人たちは真面目に普通に働いてるんですよ。それをほんまにごくごくたまに出てくる一部、おかしな一部の犯罪者のためにですね、みんなが疑われて会社の生活嫌になるんですよ。なんでそんなことを考えないのかって、この舞鶴市の上の人たちは。犯罪される方、犯罪者がのうのうと自分の会社で仕事してるんですよ。で、犯罪を犯しても逃げ切れるんですよ。おかしなことやと思いませんか、只見さん。これ消防署長も自分トップの権限でこんなのがさっさと始末、ケリをつけるべきだと思う。できです絶対に、うん、俺やったら自分の会社の中に犯罪者がおるなんて耐えられないですよ。そんなものはもっと職員の本当に 99.99% のこの社員のことを考えて断固としたこの処置を取るべきだと私は思います。はい、舞鶴市の市役所の中で不祥事を起こして逃げ切り率が多すぎる、もそんなのおかしいです絶対に、本当にあってはならないことだと思います。はい、以上。消防署の方もね、もう本当に不安だと思いますけれども、ちゃんとしっかりと犯人見つけて、正しい本当に正義を実行していただきたいと私は思ってます。はい、以上、よろしくお願いします。はい、先ほど 99.99% と申しましたが、計算してみるとやっぱり 99% ぐらいになってしまいました。はい、ちょっとその不祥事がちょっと数値に現れてないんで何とも言えませんけども、まあ 1% ぐらいはまあなんかそういう何らかの問題がある職員さんは含まれてるような感じがしますね。はい、もう本当に嫌ですけれども、ちょっとここのところ訂正させてもらいます。はい、以上です。